前より若なっとるやないかい。お前もな、兄弟。どうした？もう終わりか。もっと戦え。お前らがやり合わないんだったら、沢村遥を殺すだけだぞ。ババさんだね。やっぱり。あ、そうか。その様子じゃハルカちゃんの狙撃はやめてくれたようだね。何のことだ。カメラ置いてってんじゃねえよ。ちゃんと持って帰れっつってんだよ。ここは普段いろんなチームのスコアラーが必死になって相手チームのサイン盗んでる場所なんだよ。そんな場所にカメラ置いてったら迷惑だろうが。何なんだお前。確かにサイン等は汚いことかもしれないけど、みんな必死なんだよ裏方ってのは。あんた、この事件の裏方なんだろう。だったら証拠になるようなもん現場に残すようなことすんじゃねえ。俺はそういうプロ意識の低いやつが大嫌いなんだ。何わけのわかんないこと言ってんださっきから。あの子を撃つのをやめたまでは認めてやる。だが今この場から逃げるのは正義でも何でもねえ。そういうのただの現実逃避って言うんだよ。裏方なら裏方らしく最後までてめえのやったことに責任持て。責任？ああそうだ、ちった痛い目にあえて言ってんだよ。なんだと。あんたにはこれまでやってきたことの責任をしっかり取ってもらう。そうしねえとあんたを信じて待ってる人間が悲しむだけだからな。誰なんだそいつは。
殴った後に教えてやる。おめえみてえなガキには言葉で説明しても伝わらねえだろうからな。偉そうな口利きじゃねえ。ちっちゃいな。全然見えねえや。夢の舞台なんて言ったのは客席から見ればこんなもんだってことか。俺もあんなんだったのかな。
なんでもっと早く、もっと早くに冴島さんに会えなかったんだろう。ババ、あんた冴島さんの仲間なんだろ。だったら伝えてくれ。踊れなくてすいませんって。やめろ、やめるんだ。おい、ババちゃん。どうしてみんな。何やってんだババ。自分から命捨てるバカがあるか。大島さん。よかった。超法規的措置使ってまで東京に来た甲斐がありましたね、小坂さん。ああ。どういうこと？あの刑務所の騒動からしばらくして、お前ら二人が月見野にいるとき、冴島さんから高坂さんに連絡があったんだよ。連絡？ああ、馬場を救い出してやってほしいってな。俺を？冴島さん気づいていたみたいなんだ、馬場ちゃんが誰かの指示で動かされた人間だったって。冴島さんからの伝言だ。網走で待つ、兄弟一緒に同じ罪を償おうってな。帰ろう、ババ。お前には待っている人間がいるんだ。あいついいな、戻れる場所があって。俺は帰れる場所どこかあったっけかな。もしもし。東京旅行はどうだ、品田。高杉さん急にいなくなるからよ、心配したぜ。心配って、もうお金なら返したじゃないですか。そうじゃねえよ、金じゃなくてお前の心配してやってんだよ。え？そういや、あのミルクって風俗嬢の姉ちゃんが釈放されたみたいでな、お前に伝えてほしいことがあるって言ってたわ。ゴムなしベッド90分、3000でいいから店に来いってよ。みんなお前の顔が見たいってよ。帰ってこい、品田。それにお前が帰ってこないと俺も完全証明出せねえで困ってんだな。おい品田、お前ちゃんと聞いてんのかよ。おい、おい、シャダ、やっぱ悪い、シャダ、おい、おい、シナダ、おい、来るかい。
なんだこいつ。まさか失敗したのか。クソ。こうなったら予定変更だ。今すぐお前らを殺して。まさか。もう終わりだ、黒沢。堂島、お前。さすがにここまで長時間のイベントは初めてだからね。はるかは？ちょっとはるか、どうしたのそれ。え、ちょっとやばくないそれ。大丈夫です。大丈夫ってことないでしょ。ちょっと待って、今誰か呼んでくるから。いや本当に。いいからここで待ってな。ほんと、タバコやめとくんだったな。こんなんだったら。そういや、西島さんと品田、どうなってますかね。
親父、あなたの負けです。こうなった以上、潔く負けを。お前らの負けだ、堂島。何を言っているんだ、この後に及んで。時間切れなんだよ、もう。親父。堂島、お前の言った通りだ。もう俺の体は限界だ。それじゃあお前、まさか。そう、あの話は本当だったんだ。俺は本当に末期のガンだったんだよ。親父、そんな体でどうしてこんなことを。どうしてもこの目で見たかったんだ。俺が築き上げた力のすべてを、あいつが引き継ぐ瞬間をな。そう、また嫌がったのか。キリュウさん、俺です、ダイゴです。ダイゴ、お前意識を取り戻したのか。詳しい説明は後でします。それより黒沢の本当の目的はキリュウさんたちの命でもカムロ町でもありません。東城会、それに近江連合そのものをある男に受け渡すためのものだったんです。ある男だと、誰なんだそれは。とにかく今は時間がない、お願いします。今すぐ東城会本部に向かってください。行けば全てが分かるはずです。分かった。ここは任せてください、キリュウさん。今すぐ行けなきゃならない場所があるんですよね。だがどっちにしても俺はあの金井ってバケモンとケリをつける必要があるんです。それに俺はこの町の住人だ。町を壊したあいつらを許してはおけない。ここは俺に譲って。さあ頼んだ。さあこれで俺もこの町の伝説になれるかな。行くぞ、カナイ！覚悟せえ！